できた。できた。こんばんは。こんばんは。通常モードに戻りました。こんばんは。ちゃんと見えます、みんなのこと。よかった、コメントも出てきたしバッチし。なんか最近ね、定期的に起こるんだよね、なんかわかんないけど。そう、めっちゃくるくる格闘して、お久しぶりです。そうですね、お久しぶりになってしまってすいません。喉の調子は大丈夫かな。大丈夫になってきました、多分ね、前よりは。棚が賑やかに、そう、めっちゃなんか可愛いさ、可愛い空間がここにある、めっちゃ嬉しい。カーディガン可愛いね。そう、これが私のメールに、メールでユーハが買いました、あ、買いましたって言ったやつかな。そう、この前、最近送ったメールに最近送ったメールで言った、めっちゃ可愛いカーディガンです。待って、画質がたまに荒くなる？設定を変えた？何にもやってないよ。なんでだろう。みんな見れますか？見える人は見える？わかんない。なんでだろう。そう、心配だけど、みんなは見れるのかしら。あら、なんだろうね。そう、最近すぐ画質も悪くなっちゃうしね。そう、袖が可愛い。袖ちょっとこれなんかボロボロじゃんって思うけど、こういうデザインだから安心してください。首も穴開いてる。あとこれ何より可愛いのが、この見えない、今見えてないところなんだけどね、見せてあげます。可愛くない？フリフリレースになってて、そう、ここも袖と一緒に、一緒みたいに。かわいい。後ろもどうでしょう、どうでしょうか。かわいいでしょ。一目惚れです、これは。何、なんかどうやって着ようとかも考えずにとりあえず買いましたけど、意外と万能で、あったかい、意外とあったかいし、そして意外と何でも合う。かわいいでしょ。最近こういうね、明るい色を着るのにハマってて、元から明るい色が好きなんだけど、なんかママに明るい色の方が
いいって言われたので明るい色を着るようにしてます。いやこれは本当に珍しく即買い。いつも結構なんか悩んじゃうんだけど買うのに、なんだそう可愛いなって思っても、うんでもな買うかな、あ買うかなじゃない着るかなって思って悩んでやめることが多いんだけど、これはもう悩む間もなく、おこれ可愛い買おうって思って買いました。下はスカートじゃなくて、下は今日はデニムを履いています。いいお買い物できてよかった、本当にそうよかった、なんかいい最近買った一番いいもの、一番いいもの最近買った中で一番良かったなと思うものですかね。ユーハにしては即決珍しいじゃん。そうでしょう。そう即決は珍しいんですよ。デニムとの合わせも良さそう。そうめっちゃ可愛くな、可愛い。ユーハの1週間コーデみたい。でも1週間コーデね、1週間服をさ毎日結構なんだろう、レッスン着とかあるからね、1週間最近1週間服着てることないかも、あんまり。なんかこれはよすごい誤解が生まれるかも、言い方がなんだ、1週間ちゃんと毎日おしゃれをすることがないかもしれない。とてもよく似合ってます、ありがとうございます。前髪伸びたね、前髪伸びたね、本当に。違う、服着てないはそう服は着てるよ。あのね、なんていうの、今日はこれを着ようって決めて着る服が、着てる時があんまりないな。お休みの日、そうだね、お休みの日がそんなに1週間とかある時はないから、で大体公演の日とかは動きやすい服で行くから、そう、そう考えると最近私服を着ることっておしゃべり会くらいしかないんですよ。ゆはちゃんに限って着てないはないと信じてるから大丈夫そう信じて。劇場に行かないときは古びた、なんて読むか分かんない、綿綿綿綿綿パン、そんなそんなことないですよ。あ今日はあんまり長くはしないにしようと思ってて、11時くらいまでやりたいと思います。明日月曜日なのでね。
ゆはちゃんあれスギもおしゃれなイメージ。そんなことないんだよね。なんだろう、ありがとうございます、そのイメージを持ってくださってて。そうでもね、そんなことないんだよね。なんか最近ね、そうレッスン着の色が自分だけ暗いなと思って、みんな結構白い T シャツとか着てるんだけど、ゆははなんかくすんでないな、めっちゃ暗い緑とか暗い青とかなんか気づいたらやっぱ暗い色で、白い T シャツとかなくて、持ってなくて、これは白い T シャツだけどそう全身真っ黒とかの時あれ、みんなそう、みんなはねめっちゃ可愛い色着てるの。だから鏡を見て、あ白着たいなって思うけど、なんかなかなか白い T シャツに出会わない。それ絶対嘘だよね白い T シャツ売ってないわけないからね。この土日はユハ不足だったから少しでもあるし、ありがとう。そうだよね、なかなかね、なかなか顔を見せられなくてすみません。なんか話そうと思ってたんだけど、なんかポッて飛んじゃった。あポーで思い出したよ。今日はユナの初日を、ユナが初日だったけど見ました。可愛かった、ユナ面白かったし、ラスベガスめっちゃ可愛かった。待って、夏希ちゃんもシルバニア欲しいけど見つからないって言ってたよ。お、そう。夏希がシルバニア欲しいって言っててね。でそう、じゃあ夏希にあげようと思って探しに行ったんだけど、どこにも売ってなかった。なんかバンダイのビレバンに行って、そこにいっぱいあったし、箱も海のお友達があるのに全部海のお友達じゃなくて、おしゃれヘアシリーズで人気なんだなって思った。人気なのか、もしかしたらユハのファンの方たちみんな買ったのかなって思ったありえなくないなって思ってみんな可愛いなって思って。でも本当にそうだったら面白いよ、めっちゃ。水たまりが独占そこでは2つしか買ってない、そこではそうだね、でもその2つしか買ってないが、積もってみんながそこでは2つしか買ってないって言っても
ね、塵も積もれば山となる。みんな買ってなくなったかもしれないって一瞬頭によぎった。ねえ、本当にシルバニアお揃い界隈やばいシルバニアお揃い、いやみんながそうやってねお揃いにしてくれると思わなかった。シルバニアさはでもなんかこの可愛さと癒されを癒しをみんなに共有できてユーハは幸せです。イハちゃんの影響力すごい。わーい、嬉しい嬉しい。でもね、そんなに売れるとは思ってないからね、きっとお店の人は。なんで売れるのかもわからない。ていうかそれが理由かもわからないおにぎりもすぐ売り切れちゃう。そうですね、ありがたいことにおにぎりも結構いつも完売になっててすごく嬉しいです。皆さんまだまだおにぎりいっぱい食べてくださいね。もうすぐなんかあれだってね、あの時娘がもうすぐ亡くなるからもうすぐ終わりかもしれないっていうのを店長さんのツイッターで見ました。だからね、もし食べそびれてる方はお早めにお食べください。次はあのあけびとかのガチャが売り切れちゃうのかしら。そう、私ね、あのね山菜ガチャをしたの、この前に。この前になんか、うん、ちょっとおかしい、日本語おかしいけど、この前山菜ガチャっていうガチャをして、そのガチャをやった理由はママが欲しいって言ってたからなんだけど、ママが欲しいって言ってたのは代行してゆうはがやったので、なんか山菜わらびとかうどとか、あとなんだ、たけのことかいろいろあるんだけど、あけびがその中にねあって、でそのあけびって山菜なのかまずママもイハも分かんなくて、ちょっとこの中であけびじゃなくてたけのことかわらびとかがいいなーって話してたんだけど、でその日はやめて、この前一人でガチャガチャしに行ってやってあげようと思ってやったらあけびが出ました。見せてあげよう。ちょっと待ってて。まあ、あけびが出るだろうとユーハは予想してた。まだ開けてないんですよ。ちょっとね、このよくわかんない話をして、ユーハ、あけびって。ちっちゃい頃、あけびっていう食べ物を知ったのが、あの AKB さんの、なんだ、
ヘビーローテーションかな、わからない、何かわからないけど、昔ずっと車の中で見てた DVD の特典にあのプッチョと AKB さんがコラボしてた時のなんかアニメみたいな、アニメじゃないけど CG アニメ、アニメなんていうんだろうな、まあ、そういうなんか超短いお話みたいなのがあって、その中でアケビが出てきて、アケビって AKB じゃん、イニシャルが、なんかそういうその話だったのね。アケビとアケビが喋るみたいな、わかる方いますか？なんかね、そう、そんななんかそういう話があって、その話がアケビの話で、そこでアケビを知ったんだけど、アケビっていう食べ物、そう、なんかアケビが喋って、私たち AKB48 ですって言って、え？みたいな、 AKB？ 私たちが AKB ですって、そのプッチョになってる AKB さんたちが言うんですよ。なんかそういうのがあったの、すっごい覚えてて、でそれでアケビを知って、これアケビ、しかもちゃんと中身がある。へえ、匂いはしません、かわいいね。その頃小学生とか、いや小学生どころか多分ね保育園だと思う。アケビって何？野菜？果物？そう、でもこのガチャめっちゃね可愛いんですよ。今日はアケビ色の服だね。そう、ちょっと違うけどね、アケビ色です。匂いはし、匂いはさすがになかった。なんか なんかの匂いがするアケビとスクショタイム、いいよ。撮れましたすごいね、これ壊しそう。これ大丈夫？切る、え、やばいやばいやばい、破壊しかけてる。ここがさ、多分ここまでしか開かないのに今さ無理やりやっちゃってさ、ちょっとなんかは、はいじゃいけないとこまで、割っちゃいけないとこまで割ってる気がする。ほらここ絶対ダメだったとこ、寝たらくっつくかな。これママにあげるからね、壊さないようにしないと。ママいるって言ってないけど、母の日にあげよう。アケビが当たりですね。アケビかわいい。待って自分のもちょっと避けたね、やっぱり。何それは興味本位でこうやって開いてって避けたのか、それとも偶然避けたのか、いけると思って行ってみたのか、いろいろ種類はありますけど。
母の日今日ですが、そう、母の日ね、何もあげてないんです。何がいいかな。でも昨日の、あ、嘘嘘、どうしようかな、何がいいかね、いろいろ考えるけど、わかんないんだよね。母の日もうすぐ終わるで、知ってるで、終わるの知ってる。母の日ね、そうそう、昨日の夜も母の日始まる前に、あ、じゃあこれ母の日ねって言って、水を入れてって頼まれたから、水入れてきて、じゃあこれ母の日でって言って11時30分くらいに言って、あと30分早いって言われて、で今日も結局あと30分で母の日が終わるっていう、あと30分じゃないね、あと1時間でした。このカーディガンさ、すぐ引っかかるんだよね。今超能力使えてる人みたいになってるでしょ。あ、肩をトントン、そうね、肩もみ、私もしてもらいたいです。すごくない、これ今マジックしてるから。なんかもっといい感じになんないかな。お、これじゃない、リハが浮かせてる。すごい、服ほどけない、服ね、大丈夫、一本だけ犠牲になってる、繊維が。すごいでしょう。すごいでしょう。ついにあけびを浮かせられて、浮かして回すことまでできるようになりました。ほら、どんどん回転が速くなる。超能力じゃなくて、なんだっけ、催眠術になりそう、眠くなりそう、だからやめた。私ちょっと腕が疲れてきた。そんなことしてるうちに11時過ぎてました。ミニ劇場で披露するか。これ今から超能力し披露しますって言って、あけびが出てきて、でもね、ちょっとこの超能力、あの、自発的に使えないので、
目が回っちゃった。そうだよそうだよね、ごめんなさい。アケビって知らないメンバーを、ね、そうだよね。アケビなんて分からない。知らない人と遠くで見てる人は何が浮いてるか分からないだよね。なんか紫ナスかと思っちゃう。イハちゃんのおかげで疲れが取れたよ。ありがとうございます、よかったです。そうだね、なんか話すべきこと話してない気がするんだけど大丈夫かな。あ、中井さんの写真集にイハが出るので買おうかな。そうそうだ、そう、リカさんの写真集がなんと発売されるみたいですね。すごい、知らなかったです。そう、でもあのクラクラで対談とかさせていただいたのでぜひチェックしてみてください。そう、全然何の撮影かもわからないまま撮影してて、リカさんのそう卒業発表、卒業することまだ知らない時だったかな。そうなんですよ確か。だから全然どんなことかわかんなくて、あ、どんなことかわかんなくてじゃなくて何かわからないまま撮ってて、そうで、この間知りました。めっちゃ嬉しいですね、リカさんの写真集に。楽しみにしていてください。あとなんかあるかな、言うこと。なんだろう、あれも直接お礼をしてないかも。おしゃべり会の全あのおしゃべり会の567部全部完売ありがとうございます。そうだ、それ直接お礼はできてなかったんだ。ありがとうございます、本当に。今からもう楽しみで仕方がないので楽しみです。おめでとう、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。こちらこそありがとうございます。そうですね、本当にありがとうございます。楽しみ。いつもましての方も初めましての方もたくさんおしゃべりできるといいなって思ってます。6月もよろしくね、よろしくね、ありがとうございます。あー、なんかいろいろ言ってないことあるね。そうだ、あと月刊エンタメさんに今月もクラクラの出てこない連載のところに載せていただいています。さあやさんと春の私服を、私服を撮影していただいたのでぜひそちらもチェックをお願いします。そうだね、それも言ってなかった。
久しぶりで分からなくなってる。あ、そうですね、あとラーメン部もですね、ラーメン部はですね、ラーメン部はですねですね、スカッシュをしてきまして、今回はそう長岡のラーメン屋さんに行ってスカッシュを、ラーメン屋さんに行ってスカッシュをしてきました。ちょっとまたまたこれは誤解、これもまた違うんだけど、そう待ってね、そうラーメン屋さんはね、ポタージュラーメンっていうすごい新しい初めて食べるラーメンでめっちゃ美味しかった。そしてそう寄り道でスカッシュをしてきました。先週に引き続きテニス、スカッシュとラケットを使うっていうね、できないのにラケットは使う。でもそうスカッシュはね結構ねテニスよりは褒めてもらったよ、ファンの方に。だけどななみさんのツイッターでバレてしまった、本当の姿が。めっちゃ腕まくりしてるのバレちゃったみんな知ってること告知してておもろ、本当そうやねみんなもうとっくに知ってるよってことを告知してるよね。そう改めての告知。そうね、そう放送ではいい感じになんか上手くなってる感じで、ちょうど撮ってた部分がそう調子良かったんだけど、バレたね。そうだよね、全部バレたんですねでもめっちゃななみさんの文、ツイッターの投稿文がめっちゃ面白くて、私ツイート見た時一人で笑いました。そう編集はしてないんですよ本当に。あれ編集なしでゆうはがカメラ回ってるとこで調子良かっただけど、ちょうど撮ってるところで。だけどね、まあ難しかったですね、スカッシュもなかなか。でも楽しかったです。なんかスカッシュずっとやってみたくて、まさか長岡にスカッシュできる場所があるなんて知らなかったから、そう楽しかったですね。なんかこれ髪が落ちてきそう、怖い。そうだ、あとはね生写真が発売されてます。今メイドさんになってますポニーテールでメイド服って全然なんだろう、イメージ湧かなかったけど、着てみてあこんな感じになるんだって思いながら撮ってました。ゆうはの一番お気に入りのカットはこれ、これかな、こうやってるやつ。どうでしたか、チェックしていただけましたか。あのメイドはたまらんかったです、嬉しい。予約済みです、ありがとう。メイド写真可愛かった、嬉しい嬉しい
メイドは結構前に撮影した。ね、かなり前ですね。あん時もう前髪がめっちゃ短い。メイドさん似合う。ありがとう。嬉しいですね。全部可愛いわ。ありがとうございます。嬉しいです。かなり漏れてた。お、嬉しい。ありがとう。そう、でもなんかあのメイド服、最近てか、いや、生写真が出るとこれは誰が着てたのかなとか思って、自分と同じ服の人をまず探すんですよ。で、今回はリリノと同じメイド服でした。でもリリノ以外いなかった。そう、なんか結構何種類かメイド服があって、その中から選んでいただくんですけど、似合いそうなものを。そう、リリノとユハだけだった。でもなんかいつも結構少数派の衣装が多いです、私。そんな気がしてる。そう、でも申し訳ないのが、あのツイッターじゃなくてメールに送ったあの1枚しかメイドの写真がないと思ったけど、今思い出した。3枚くらいあった。3枚フルに皆さんに、じゃあ、あのお送りいたしますので、メール見てください。え、そうだよね。やっぱりなんか、そう、少数派なんだよ。少数派、少数のやつなの。 CA さんとかも少数派だった。そうだね。あと、そう、前回のあの量産型、量産型じゃないですね、フレンチガーリンそうだ、フレンチガーリンのやつか。フレンチガーリンの時もみはるさんという派だけだったかな、確か。そう、メイドの写真ね、あの写真、あの生写真撮影の時になんでか分かんないけど全然写真を撮れてなくて、撮れてない衣装とかもあって、本当に、うん、みんなにはごめん、本当にごめんねって思って。そう、めっちゃ、なんでだったかな、なんでか分かんないけど写真撮ってなくて、そう、だけど幸いなことにメイドは3枚あります。今日はお眠じゃない感じ。うん、さっきまで眠かったけど、なんか喋り始めたら元気になってきた。なぜ少数派なんだろうね。え、なんでだろうね、わかんないです。そういう時もありますよね。そうですよね。すいません、ありがとうございます。怒らないで、みんな待っててくれてて。メイドは…てんてん、ね、メイドはあんまりでも意外といるんだなって思った。メイドはそんなにあのストライクゾーンじゃないっていう方。
そう、なんかいろいろ知れて楽しいです。結局11時くらいって言ったけど、これは30分までになりそうだな。好みはそれぞれだね。そう、そうですよね。いろんな衣装見れてこちらも嬉しいです。よかったです。あ、メイドは3枚だけど他は1枚かなとすいません。うん、メイドは3枚で、一番いっぱい撮ったのはなんでかわかんないけどロリータで、そうだね、あとはね、あのピンクの生写真とか覚えてますか？ピンク2月、そんなに前だったかな、4月、そう、ピンクの服とかも、ピンクの服は多分1枚しか撮れてなかった。ピンクはたまらんかったから覚えてますよかった。うん、ピンクもない、まあまあ、まあ、そうね。でもまああるやつはちゃんと送るようにしてる。ロリータ送ったかな、送ってないかな。なんかだからそう、最近母はメールで過去の写真をいっぱい送ってるんですけど、送ったつもりだったけど送ってないやつとか意外といっぱいあるなって思って、やっぱスーツ姿見たいですね。スーツね、スーツ姿、スーツもね送ったっけね、送ってないのかな。自撮りは送った、なんかもうどれが送っててどれが送ってないか分かんなくて、なんかそういうアプリとかあれば教えてください写真にチェックつけられるとか。お宝がまだいっぱい、うん、お宝かわかんないですけど多分送ってないのいっぱいある。全身はないですか。そう、スーツがね全身を撮った記憶があんまりないんだよね。なんかなんで撮ってないんだろう、もうなんかいろ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 ある、なんで撮ってないんだろうっていう写真が。そうでもね、聞いてほしい、これ正直に言うと、あん、いや人に写真頼むのがあんまり得意じゃなくてそう、なんかみんなそれぞれ忙しそうだから結構ね、そう人に頼むのがね得意にをね躊躇してしまって、写真を撮らなきゃいけないことは分かっているけど、誰か撮ってくれそうな人いるかなって思うけど、結構あみんななんか忙しそうだからしょうがない、着替えるかって思って着替えてる正直に。そう、まあ、撮りそびれてることもめっちゃあるんだけど、
そっちもあるね。専属カメラマンになりたい。なってー、みんななってよ。そういうところも好き、嬉しい。もうどんなところでも好きでいてくれて、ゆうは幸せ。そう、そんなエピソードが。そうなんですよ。うん、そうだね。なんか誰かに撮ってって言われて、オッケーって言って、じゃあゆうはも撮ってほしいって頼むのはできるんだけど、自分から撮ってってお願いすること、5回に1回くらいかな。いつも一人で完結させちゃう。スモちゃんに頼む。うん、そうだね。スモ写真撮るの上手。そうで、別に誰に言っても絶対断られないし、撮ってくれるし、そう、全然みんな優しいからあれなんだけどね。でもなんか普通に自分からなんかそのタイミングを伺うことがあんまりと、うん、苦手でね、難しいんですよ。この配信をメンバーが見ててくれね、メンバーが見ててくれたらお願いします。ゆうはがなんか困ってそうっていうか、普通になんかあの多分一人でスマホとかいじってたらね、内心撮ってほしいと思ってるかもしれない。この話めっちゃおもろい。よかった。なんかこういう話いっぱいしていきたいよね。いや、最近ショールームの話し方がわからなくなってきてて。いいよって普通に言ってくれそう、言ってくれる、絶対言ってくれるんで。すずさんよくゆうはの配信見てるみたいだよ。お、ありがとう。そう、夏希とはね遊びに行く約束をしてるので、映画見に行くかも、わかんないけど、いろいろ約束してるな。そうだね。話し方自然になった。よかった、よかったです。こんばんは。え、27分、これは終わらなきゃいけない。30分になったらやめよう。じゃあ終わらなきゃいけない。久しぶりに配信ってなると最初やっぱ喋り方わからないけど、途中からさ喋ることの喋る楽しさに気づいてしまって喋っちゃう。おもちゃ屋さん行きたいって。行こう、夏希。配管工の兄弟の映画館、多分違う。面白かったですね。
こんばんは。いろんな話が聞けて面白かったです。よかった、ありがとうございます。そう、なんかゆうはの最近の目標はショールームで、うん、これは絶対全然何も今日は一歩も進歩なかったけど、あんまり空白の時間を作らないことっていうのが目標だったんだけど、やっぱそうやって生きてるからダメですね。なかなか空間ができちゃう、この話、単語、言葉と言葉の間に空間ができる。ずっと喋ってたいの本当は。それもちょっと困るか。今日もゆうはのことめっちゃ好き、ありがとうございます。まあみんな優しいね、本当にありがとう、嬉しい。ありがとうございます、そう言ってもらえてありがたいです。そう、なんか、うんね、頭の中で読んでしまうんで、口に出してやめますね、いっぱい。時間過ぎてますね。よし、じゃあやめようかな。よいしょ。じゃあ読みますね。13位、まこちゃさん、ありがとうございます。12位、あつこさん、ありがとうございます。11位、みっちーさん、ありがとうございます。10位、ひでじじさん、ありがとうございます。9位、かんさん、ありがとうございます。8位、まるふさん、ありがとうございます。7位、てれてるもさん、ありがとうございます。6位、ノーネームさん、ありがとうございます。5位、ギバさん、ありがとうございます。4位、みやさん、ありがとうございます。3位、エヌさん、ありがとうございます。2位、イチョールさん、ありがとうございます。1位、タムちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しいです、配信楽しかったですね。皆さん、また明日から月曜日ですけど一緒に頑張りましょう。ふう、月曜日だね、頑張りましょう2回も言っちゃった。ありがとうございました。また今度、バイバイ、おやすみなさい。